後で一回出してみよう。ファーストラウンド注目していきましょう。素晴らしい、完璧完璧、コンボを叩き込む。え、撃った撃った、マジで撃った、ほら撃て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 。ここは飛び道具で剣士真空波動拳を持っていく。何を狙っている、まあ、ドライブラッシュ打ったって今。試合は終盤、ここからの一発はもらえない KO、ね、練習したことちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。 OK、 ラウンドとともに飛行は積み重なる。てか立ち裏キックに仕込むの強くね。狙いは良かった、まだ一進一退、繋がないのか。何やんだろうな。画面端に追い詰めた。ここが大事。あー忘れてた。いや意識してればな。状況は大きなチャンスとなる。飛びは通さない。あ、うま。ここはゲージを使って SA 選択。まとまったダメージが欲しいか。倒しきれるかギリギリ。ベール。意識しておきたい。ゲージには頼れない。しかし体力もない状況。飛び道具が決め手となった。まだ大丈夫、ここからの切り替えが大事、うん、立ち上がり。いやでもいいね、楽しめてます今のところは。だけど俺辛口でいくからね、このゲームに関しては。互いに被弾は少ない状況、まだ相手の動きをよく見ている時間帯、はい、でここで一気に壁までもつれ込んだ。ナイス、ゲージに差がある状況を生かせるか。そろそろドライブ来るんじゃないの。投げ、チュー、ドライブ見てます、ドライブ見てます、ドライブ見てる、で体育も見てる。ここは飛び道具で牽制、上は通さない。ちゃんと待てる。さあ次も今の調子でいこうか。 OK、 サンドブラスト、これしょうがない、きっちりガード。こっからし、そっか。インパクトをガードさせてドライブゲージを消費させていく。K。ここ一番の一撃が貫く。気持ちを乗せた新昇竜拳がヒットする。いいよ。これ波動拳を一度飛ばれます。揺さぶりをかけろ。チャンスでもあれば。OK。どう。入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。バックステップ。付き合わない選択。さあ近距離の攻め合い。そして。あーバカ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 、緊張するな緊張するな。オッケー、あーレベル8大したことないな。プレイヤーはやり込みは裏切らなかった。ゲット勝ち越せ。ここは再戦になった。気持ちを乗せた新勝利あります。今のはちょっと気持ち乗ってた。ラウンド序盤だったからバカ。相手今重ねミスんなかった、コンピューターなのに。そこもヒューマンリスペクトか。お互い引く気はないか。この近距離戦狙いはいい。ドライ、あーこれいった。火力を上げる。さあ投げも怖いぞ。これさドライブラッシュを見たらドライブインパクトでもいいのかな。え、なんで、あ3ゲージか。揺さぶりをかけろ。ドライブラッシュで KO。インパクトかと言ったと。ここは相手がうまかったと言っていいでしょう。このループ誰のループに似てると思います。そういうのあんの。ハンドブラストを打って、こう打ってくる。バカ、ドライブラッシュインパクト今打ったのに。こういう時何やらいいんだろう。なんかこれが結構適当に打ってるけど当たるんだよな。厳しいタイミングでのバーンアウトをしのげるか。プレイヤー1ここでドライブゲージを使い切ってしまった。画面端に追い詰めた。これきついな。ここが大事。いた、あ繋がってる。あーうま。 SA をコンボに絡めていく。
膝持続当てか。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。ここでドライブ、中足がヒット。よっ、ゴリゴリ行こう。これダメなのか。このチャンスを生かせるか。オッケー、おー出てる出てる。今の上手くない。仕込みながら、仕込み仕込み弱形勝利、仕込み弱形勝利し、あー上からの攻撃はガードでしのぐ。ラッシュ選択。大丈夫、差し合いの領域となる。まずいまずい、あー頭打てねえ頭打てねえ。バックステップ、勝負の間に合ってないか。今スカッたからだろ。いいよ、このままいけるよ。デレッテテチュー、中足を見せて。ここは投げを見せてガードを崩す。投げ間合いを作っていく。ここまでゆっくりとした立ち上がり。うわうま、いやなんか弱系の両者画面端から中央。なんかこれドライブラッシュってさ、普通に考えたらやっぱガードさせた時に打っちゃダメだよね。ここからは差し合いの領域となる。うまいうまいうまいってか、え、やまだ、いや逃げるじゃ大丈夫。何を何を思う、何を狙う。これ中継波動症レベさん、バッ、あ、そっか、できないのか。どう、行ったんじゃない。倒しきり見えている。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。やるじゃない、やるじゃない、やりゅうけん。受け止めながら足がね、ドライブラッシュから一気に間合いを詰めてきた。さあ揺さぶりをかけろ。オッケー、譲る気は全くなしか。繋いできた、中足前に出るか、下がっ、バカ、やっちゃった。ここでフィニッシュ。プレイヤー1、やり込みは裏切らなかった、うん、まだまだやる気満々。よし、まあ3連勝で終わりやな。中足が3、もう分かった。マンステップ、あ、おお、大パンから最大最大です。連打してたら大パンから出た。耐えさせてからの、あえてのここで打っちゃう。あ、うまっ、重い、やばい、すまない、舐めてるとやられちゃうから。ここで俺ドライブラッシュ、急にドライブ、いやいやいや、舐めてたら舐めてたらやられる、やばいやばい、バーンアウトしちゃう。ちょっとやめて、バーンアウトやめて。ドライブパリで、インパクト取れます。ただインパクトで取った方が良さそう。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。あ、え、あ、そっか、これ強くね。なんかこれ気持ちいいな。これから行くの、飛ばれなければ最強の地上を行う。波動拳、これやっぱ波動拳、この時間帯どう、何どうなんだこれ、こういう感じか。 OK、 この端を生かしたい。この距離は弾を発生していくか。さあ前に出てプレッシャーをかけても、あれ、太鼓出ないとダメだよ。狙いはいい。ここはドライブラッシュでターンを渡さない。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。
さあ中段当てて。はあ待ってたのに。ドライブゲージの運用が難しい状況。追い詰められてしまった。KO。これ立ちジャッキックばらまきが。まだ挨拶が終わったようなものだ。中攻撃に負けるな。黙って。開幕強気に打っていく。ここまでの動き、そしてここから。パリー取るとドライブラッシュちょっと行くのに時間かかるね。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。長い技にジャンプが噛み合うと大ダメージの危険がある。それゆえに技振りが難しい距離。ダウンさせる。体力はまだある。その中で SA ゲージは溜まった。さあどうする。 OK。 この端を生かしたい。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ちょっと待って、まずいまずいまずい。 OK。 ゲージはやや少ない。減る。ここは大事に使いたいところか。あーガニヒカウター。ここは SA を選択かよ。この判断がどういう結末を生むか。レベル 3SA、 まとまったダメージが欲しいか。さあ大きなコンボで一気にダメージを与える。ここでバーンと。まさか。うーわー決めて KO まで。お見事。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。いきなり仕掛けた。いきなり飛ばれた。ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。マンステップ。この端を生かしたい。画面端の状況を継続することで大きなチャンスも訪れる。前に出る。あジャスト入力しっかり。妥協はなし。ジージーとした場合戦先に仕掛ける。パパパパパ。押したって。押したってない。フラッシュラック。両者体勢を整える。は待て待て待て。はえレベルさん。うわいや難しいこれ。ドライブラッシュをどこをどんだけ使うかだな。はい次次気にせず次行こう。はいありがとうございました。